55からの竹の子生活。日経225先物ミニとジョギングとポケゴ散歩の2022年10月報告です。日経225先物ミニは9月末の楽天証券証拠金残高が16万1,244円で、10月末の証拠金残高は17万1,452円でしたので。 10月の取引結果はプラス1208円でしたなお2019年7月の取引開始からはマイナス228548円です10月の日経先物は約26000円から約1500円上昇投資主体別では新宅銀行だけが4週連続買い越し他は買い越しと売り越しが交錯し週変わりの傾向 さて、私がプラス1万208円となった理由は、朝9時45分までと短くして、比別で13勝4敗と勝ち越しのため、内容は買いエントリー7回、売りエントリー10回でした。11月も取引時間を短くし、朝の1時間で500から5000円で決済、一月にマイナス1万円で取引終了として、 最悪2回目のエントリーでの取引終了もあり次に10月のジョギング報告です9月末時点では1 9 6 4 4キロ走行で10月末では2 0 4 7キロですから8 2 6キロ走行なお普段と違う岩田市から浜松市と沼津市内も走りました目標は合計8 0キロでぴったり達成 11月も目標は2 0キロ以上を1回と残りを1回に5キロか1 0キロとして合計8 0キロ月は継続最後にポケモン GO 散歩は9月末時点で2 7 2 3 1キロで10月末では2 7 8 4 8キロ引き算で6 1 7キロ歩行目標は4キロ× 1時間 ×15 日イコール 六十キロなので、こちらもぴったり達成。十一月の目標は十月を継続し、六十キロです。ご視聴ありがとうございます。終わり。